この動画はこれを見たら誰でも料理が作れちゃうをテーマにした料理動画です。前回はすいませんでした。遅刻した上に二日酔いでいや、これも日本撮りやからなん、それも含めて、だから今日も僕は二日酔いですこの回も僕は二日酔いですあ、そういうことね。ええ、変わらず二日酔いということを伝えたかったなっていうだけなんですけど、なんでね、ちょっとまた大きい声とかやめてもらって大きい声出させんなよ頭痛いんで。俺は二日酔いじゃなくても毎週頭痛いで。なんで？病気か。それそう、病院行った方がいいぞお前の不可解な行動が原因で頭が痛いな。不可解な行動か、果たして。不可解やろ。じゃあ俺がつまりこの不可解な行動をやめたらその頭痛は治るってこと？そうじゃあ難しいな。何が難しいねん、ちゃんとやれよお前。今日はもうさっさとやっていきましょう。材料の確認。ほい。スパゲッティ、スパゲッティです。2人前。アサリ 300g。 頼むで、頼むで。アサリのボンゴレやからな。これだろ。ありますよ。アサリのボンゴレを作るのにアサリがなかったら頭おかしいだろ。なめんなよ。いや、怒れるわお前、今までの失態があって。鷹の爪。鷹の爪。オリーブオイル。オリーブオイル。ニンニク。ニンニク。料理酒。はい、料理酒。お前料理酒冷蔵庫入れてんの？あ、これ冷蔵庫になくていいよ。いや、保存方法見ろよ。書いてないよ。いや、書いてないことあるかい。いや、書いてない。本当に書いてないって。ちょ、あ、書いてるわ、保存方法。開封前は直射日光を避けて常温で保存してください。じゃ、開けたらやっぱ、あれだ、冷蔵じゃないのこれ。あ、そうなんや。開栓後、要冷蔵って書いてあるぞ。あ、ほら。俺冷蔵してなかったわ。初めて知りました。いや、学ぶことってまだまだあるな。え、醤油は冷蔵だよね。え、せえへんやろ。え、醤油は冷蔵するだろう。せえへんって。醤油、とりあえず醤油出して。ま、ちょっと醤油がないけど今手元に。え、なんで？何が？いや、材料に必要やからえ、醤油使うの今日？使う使う。え、マジ？書いてるやん。え、醤油あったっけ。うわー、やっちゃったなになになに。あー、そっかー、なるほどなー。でもあったわ、醤油。これオイスターソースやろ。でもまあ醤油みたいな字書いてあんじゃん。なオイスターソースやろ、それ。醤油って読めない、これ。逆から読んだら。あ、読める。読めるだよ、読めるよねじゃあひっくり返しといて、ひっくり返せって。いや、ひっくり返したら漢字の意味が変わってくるだろう。黒く塗りつぶして、上のやつを。で、2文字目と3文字目をひっくり返すみたいなマークつけとけって。じゃあ、これで醤油っていうこと？そう。あ、そう。オッケーオッケー。醤油や。でもまあまあまあ、小さじ2分の1しか使わんから、まあそれでええやろ。よっしゃ、来たぞ。皆さん大丈夫でした。はい、塩コショウ。なんで醤油切らすかな、本当に。塩コショウです。なくなる前に買えや。いや、ほんとそれを気をつけてたはずなのに。あ、二日酔いだからな、やっぱり。いや、関係ないの。なくなったん昨日ちゃうやろちょっとこの砂抜きもうされてる。これ砂抜きフレッシュパックって書いてある。あのね、加工所で砂抜き処理は6時間以上行っていますが、念のためご家庭でも1時間程度薄い塩水に浸しておいてくださいって書いてあるけど、もうされてる、うん書いてるってことは、まあ、念のためってことはいいってこと？そう、だからもうしなくてもいいやつ、これ。やったんじゃない？初めてその、なんていうの、そういうその要求の上を行ったんじゃない俺。気が利くというか。いや、今気づいてたやん。アサリまだじゃん。で、表面洗っといて。あ、なるほどね。え、アサリってさ、でもさ、これここから出したら死んじゃわない？いや、どうせ殺すやろ。そうだわあー、そう、ヒートスなんだ、後々何言ってんねん、お前ごめんちょっとじゃあ、洗いますどれぐらい使うの？どれぐらい使いたい？
あ、これ好みなんだ。一本でいいよ、一本で。一本ね。ハサミやったらハサミでチョキ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 ってやるのが一番早いけどな。あー、そんなんでいいんや。まあチョキチョキと、適当に。うん。パスタ茹でてきて。あー、なるほど。2人前。うん、2人前。何分って書いてるの、それ。ね、茹で時間4分。早っ。じゃあ2分で取り出して。2分で取り出すのね。うん。乳化するから。適当に知ってる用語を使えばええと思っちゃうぞ。じゃあ茹でてきます。で、茹でてる間にやることあるから戻ってきてな。まだあのお湯沸騰してないから。オリーブオイル大さじ4入れてください。4、火にかけて、ニンニク、まあ、2、3センチ、もうちょっと多めか。これぐらいだ。で、鷹の爪。で、まあまあ香りを移してもらって。移ったなーって時にやめるの？そう。いや、もうどこが移るタイミングなん？まあちょっとニンニクの色がちょっと変わったらかな。あー、あ、じゃあもう変わったよ、ニンニクの色。あ、ほんま？うん。そしたら、ちょっと混ぜて。あ、これにアサリ入れるんだ。うん。へぇ、はい。じゃあ、このまま入れるよ、もう。うん。で、料理酒。料理酒、はい。160cc。160cc。うん。ちょっと火を抑えるか？なんか音鳴ったで。え、何の音？窓開けるわ。いい？やって。ちょっと待って。お前何ガンガン強火でやっとんの？そりゃそうなるわ。油に香り移すときは？え？弱火やろ。ガンガンに熱した油に水入れてんぞ、お前今。そうだよ。そりゃそうなるわ。ゆえや。いやー、焦ったも慌てたも警報鳴ったから今。はい、そしたら料理酒。いや、もう切り替え早っ。切り替えめっちゃ早くない、お前。料理酒 160cc 入れてください。いや、もう入れるけど。いや、すごいすごい衝撃だったんだぞ。火はつけろよ。怖かった。じゃあこれ中火。中火中火。いや、怖かったんだぞ。じゃあアルコールちょっと飛ばして。何も飛ばなかったのに進めてるけど、はい。知らんやん、お前が怖かったとか。いちいちアピールしてくんな、怖かったアピールを。鬱陶しいわ。お前のミスやろうが。知ったことないよ、こっちは。察せよ、気持ちを。何やねん、気持ちって。お前の気持ち察してほしかったら、まず俺の気持ち察せよ。そいつの気持ちはもうワクワクでしょ、今ので。うわ、煙めっちゃ出たわーでしょ、今の。お前の気持ちは。まあ、そう。そうやで。あ、そうそう、あの、お湯沸いたからパスタ茹でていい？うん。はい。今、茹でてます、パスタ。今、パスタ茹でてますし、こっちはどうなった？これ大丈夫か、そいつ。アサリさん、アサリ死んじゃうんじゃない、これ。じゃあ、アルコール飛んだら、蓋して。じゃーん、ちょちょ、ちょ、ちょ、じゃーん。高校つけたらええと思っちゃうからな。はい、でアサリが開くまで。全部アサリが開くまで。うん。アサリが開いたことはどうかっていうのはどうやって見るんだ？透明な蓋があるから、そっから見たら、あの、開いたかどうかわかるから。ちゃんと、うん、アサリが開いたら火を止めて、うん、あ、開いた。大体全部開いとる。ああ、大体全部開いとった。よし、じゃあアサリを別の容器に移します。アサリは別の容器に移すんだな。うん、お箸で。お箸で移すの？うん、スープは残っとるから。ああ、そうか、なるほど。スープは残して、このスープが、このスープを使うんだな。そう。醤油1/2をそこに入れてください。醤油小さじ1/2を。
こんなもんか。うん、ドロッとした醤油やな。ちょっとね、本格的なやつだから。煮立たせてください。で、2分ぐらい。また2分ぐらい。うん、パスタが塊なんだが。いや、だからお前毎回言ってるやん、パスタでさ、置いとくときはさ、オリーブオイルとかさ、サラダ油とかかけてさ、ほぐしとけって。初耳なんですけど。いや、絶対言ってるね。はい、初めて聞いてる。3回、はい、動画見返せ。全動画見返せ。はい、絶対初めて聞きました。絶対何回も言ってるからな。3回は言ってるわ。いや、3回、そんな気言われて忘れる普通。うん、お前忘れてんねん。マジ？マジ。はい、絡めて。はい、完成。やった。じゃあいただきます、そいつさん。走って。めちゃくちゃ美味しい。このアサリの、アサリの出汁っていうんですか、このなんか海のね、恵みの味だよね。海の恵み、本当に磯の香りがすごいわ。あ、美味しいこれ。あ、これ一番好きかも。この味めちゃめちゃうまい。あ、パスタの中で？うん。いや、よかったよ。これすげえうまいわ。ボンゴレ好きな？いや、あのね、あの、こんなに美味しいと思わなかった。すごい美味しいよ。え、ボンゴレ食ったことなかった？いや、食ったことあるよ。コンビニとかで買って食うことあったけど、コンビニのやつそんなに美味しくないな。別にそこまでじゃなかったけど、なんかこれすごい美味しい。自分で作ったからかな。出汁効いてるってこと？出汁がすごい効いてんの。そう、ハプニングもあったけどな。やってよかったわこれ。めちゃめちゃうまいわ。